この集落に住んでてもそうなんですけど、やっぱり毎年まあ人が減っていく状況で、空き家問題だったり耕作放棄地なども増えていくと思うので、まあ地域の良さを知ってもらって定住者を増やす、そういった形で地域貢献につながればいいなと思っています。ちょっと今回では語りきれなかった思いとか背景とかもうたくさんクラウドファンディングのページに書いておりますので、もしよかったら一度それだけ見ていただいて、でそこにちょっとでも共感してもらえたら、ちょっと応援をしていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。クラウドファンディング終了まで残り5日となりました。今まで、ご支援応援していただいた方、本当にありがとうございます。ありがとうございます。自分や自分の大切な人のために使えた貴重なお金を私たちに使ってくださり、本当に深く感謝しております。現在、クラウドファンディングで集まっている金額は、僕らが設定している目標金額より大変少ない厳しい状況となっています。このクラウドファンディングは、ウォール・オア・ナッシング方式を採用しており、目標金額に達成しない場合は、僕らに一銭もお金が入らないような仕組みになっております。今この動画をご覧くださっている方一人一人にお願いがあります。私たちのプロジェクトでは5000円から寄付を受けたまっているのですが、今ご覧くださっているあなたに、少しでもご寄付いただけますと私たちの成功率がぐっと高まります。なので、この動画を見て僕たちのことをかわいそうだなと少しでも協力したいなと思ってくれた方は、ご支援そして拡散の方をしていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分これ以上お願いすることはこの先なかなかないと思いますので、一生のお願いになると思いますのでどうか力を貸してください。力を貸してください。お願いします。よろしくお願いします。宿のところにも梨4本植えてるんですよ。なんか梨園っていうよりはそっちで体験してもらうがいいんかな。困った人が。あ、そうですそうです。うん、4種類青梨と赤梨と植えてるので。こんにちは。お久しぶりです。ゴールデンウィークの終わりまで5月の6日まで、はい、やろうと思っているので、それまで掲載していただけたらなと思って。かしこまりました。配下させていただきます。 ありがとうございます。ちょっとどこか目立つところに置いていただけると非常に嬉しいです。かしこまりました。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。確かに受け取りました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。中山の畑池集落で、ちょっとこのサンタファンディングの大切に応じてかな、うん、ですよね、見ました見ました。そうなんです、